八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら、じゃーん、新宿ガチャガチャの森でゲットしたガチャガチャ、イエーイ。ちょっと前になるんですけれども、新宿のガチャガチャの森に行ってまいりました。前回ね、動画でやったのは池袋のガチャガチャの森だったんですけれども、今回は新宿ですね。何か新しいね、可愛いガチャガチャないかなと思って物色していたんですけれども、以前からね気になっていたガチャガチャで全然出会う機会がなくて、あ、もう買えないんだろうなーって半ば諦めていたガチャガチャに出会うことができたのでね、今回4回引いてきました。こちらのね4つになります。もうね若干透けて見えるんで、好きな方はご存知だと思うんですけれども、噂で聞くところによるとガチャガチャにしてはかなり高クオリティということなので、早速開けていきたいと思います。まずね、黒開けていきましょうか。今回ね、これ同じシリーズのもので、多分カプセルがね、全部違う色なので、4種類出ております。確かね、1回400円のガチャガチャだったと思います。結構ね、おっきめなガチャガチャですよね。いきます。か。おー！いきなりすごいやつが出てくれましたね。さあ、まずね、今回引いたのがこちら、ムキキツネマスコットフィギュアでございます。ウログツさんのデザインされている作品なんですけれども、以前ね、私のもう一個のチャンネル、文具のチャンネルの方でね、デザインフェスタでの購入品をご紹介しているんですけれども、そちらでね、このウログツさんのブースで購入した作品ご紹介しているのでね、よかったらね、この後そちらもご覧いただければなと思うんですけれども、とてもね可愛いキャラクターとか、まあ、モンスターとかを描かれる作家さんなんですけれども、今回ムキキツネということでね、じゃじゃーん、こんな感じでフルーツが剥かれてるんですよね。でその剥かれてる皮がキツネさんになっているという、とても可愛らしいフィギュアでございます。種類的には全部で6種類ありますね。今回4種類引いております。ここにはちょっとお値段書いてないんですけれども、確か400円だったと思います。不安定な場所では自立しづらい場合がございますとありますがね、まあそれはどんなフィギュアでもそうでしょう。ということで、まず記念すべき1個目に出たのはこちらでございます。すごいね、ブリスターにしっかり入っています。開けちゃいましょう。じゃじゃーん、おー、いやガチャガチャのクオリティは本当に侮れないなと思います。おっきいですよ、ガチャガチャですよ。これ400円で手のひらにしっかり映えるぐらいの大きさになっております。すごいよね。で今回はこれ名前ついてんのかな、売れバナナ、売れバナナですね。だいぶね皮茶色くなって、シュガースポットって言うんでしたっけ、黒いね点々ついてますけれども、へー、かわいい、くるんと皮がめくれてキツネさんになっていますね。こういうね、こうバリが取れたところとか、ここら辺の塗りのムラとか、こういうところはまあガチャガチャクオリティかなとは思いますが、結構ねしっかりと重さもあって、一応ねちゃんと自立もします。ただねこれね今すごく難しかったです、自立させるの。多分この当たってるフィギュアの中ではこのバナナが一番自立させるの難しいと思います。他のはねまあそこ多分平らだと思うので、バナナだけね多分一番難しいとは思うんですが、この首の部分をうまいこと調節してあげないとすぐコロンって言って行っちゃうかも。一応自立はしてくれるんですけどね、ちょっと調整は必要かなって感じではありますね。でもねとても可愛いですね。これがね発売当初はすごい人気だったみたいで、全然見つからなくてですね、ツイッターで何名か引かれてる方見ていいなと思ってたんですけれども、今回ねたまたま見つけることができたのでね、これでね念が晴れました。ちょっとね全然立たないのでここに置いておきたいんですけど、まあでもこれもしかしたらこうやって直立するものではなくて、こうやって寝かせるのかな、こういう風に置こうとばっかり思ってたんですけど、そういう置き方とも限らないのかもしれないですねこれね。さあじゃあ気を取り直して次行きましょう。じゃあ緑行きましょうかね。行きます。
緑には青リンゴが入っておりました。さあ開けるといいですね。青リンゴもこのね色がねマット感ある塗りなのですごい可愛いです。ここにウログツって書いてありますね。よく考えつきますよね、こう剥いた皮がキツネめっちゃ可愛いですよね。キツネさんの表情とかはみんな一緒かな。でも色が違うとね全然雰囲気変わりますよね。いや可愛いです。塗りがねスベスベしていてねずっと触っていたくなります。しっかりね重さがあるのでペーパーウェイトみたいな形でもいいかなとも思いますし、すごく可愛いです。400円でねよくこの大きさとこの凝った造形が作れますよね。すごいなと思います。リンゴはやっぱり立ちやすいですね。若干ねビニールっぽい匂いがします。しょうがないですよね、それは致し方ないことだと思うので気にせず次行きましょう。行きます。3つ目、これはなんだ、グレープフルーツかな。じゃじゃーん、あはははすごい、ちゃんとねこの皮を破った時のこう質感みたいなのも表されてますね。このグレープフルーツはちゃんとここがこう手でめくったようなねモコモコ感がありますし、リンゴはこうスーッとね剥いてった時の綺麗な螺旋を描いてますし、まあバナナこうやって剥けるんですかね、ちょっと私縦にしか剥いたことないんでこの剥き方はわかんないんですけどでもねなんかそのフルーツの皮の質感みたいなのがなんとなく感じ取れます。若干このねグレープフルーツ皮が肉厚ですね。リンゴよりもねグレープフルーツの方が肉厚ですよね。グレープフルーツは確かに皮分厚いですもんね。いやー可愛いなー。しかも黄色のキツネっていうのもまたいいですよね。黄色可愛いな。ちゃんとねグレープフルーツなのでこの点々があります。皮にね中のヘタもありますし可愛いですね。いやこれはね1個だけとかじゃなくてせめてやっぱ3体かな、3体並べて飾りたいですね最低でもね。どんどん行きましょう。基本ねまあ同じ剥きキツネなのでねフルーツがね違うっていうところをじっくり見てるっていう感じなんですけれども、なんとなく私の中で王道な赤いリンゴが出ました。嬉しいですね。赤もいいですね。緑はねちょっと若干パステルっぽい感じの可愛い緑なんですよ。赤はねしっかり赤ですね。うん、リンゴの赤って感じ。かわいい。リンゴはね、中もツルツルなのでね、撫でて痛くなりますね。かわいいです。さあここでね終わりと思いきやですよ。まあ私はですねやっぱり収集癖があるのでこういうねシリーズ系コンプしないと気が済まないタイプなんです。今回残り2つのねこちらのバナナとあとみかんですねフリマアプリで購入しました。それがこちらとこちらでございます。多分ダブっちゃった方が出品されてたみたいで定価とね同じお値段ぐらいで出されてたので購入させていただきました。すごいすごい。これみかんなんですけど、みかんはね中身がねちゃんと線が入っててね違いますね。あ、いやごめんなさい、これねグレープフルーツも白い線ついてる。画面で見た方がこの白い線映ってると思うんですけど、肉眼で見るとこのキツネが影になってる分白い線とこのグレープフルーツの色がかなり同化しちゃってるんですよ。なんで全然白い線見えなかったんですけど、オレンジだと顕著ですね。すごい若干かぼちゃっぽくも見えますが可愛いですね。基本はやっぱり色違いなのかな、この形が同じ系のものはね。いやでもやっぱり全種類揃えたくなりますよね。可愛い。このね造形が丸い系は自立がね簡単ですね。さあそしてバナナでございます。やっぱね売れバナナだけ出ちゃったんで普通のバナナ欲しいよなと思ってでねどうせねもうバナナ買うんだったらみかんもね買っちゃおうかなと思ってね。今回ねカプセル透明度高かったのと中ブリスターだったんで中身見えたんですよ開けなくても。なんでね取れてなさそうだなと思ったやつはフリマでゲットしました。バナナはかなり違いますね。売れすぎバナナと健康的バナナですね。かわいいですね。バナナはやっぱり立つの難しいのかな。バナナはこういう立たせ方じゃないんでしょうかね。ちょっと寝かせていいのかな。こういうもんなんでしょうかね。これでもね十分
顔見えますし可愛いんでね、問題全くないんですけれども、最初ねこうかなと思ったんで寝かせるのかもしれないですね。ただねここがね継ぎはぎになってる部分なので、まあ、やっぱり隠したいよなぁとは思うんですよ。飾るときはここにね粘着のテープとかつけてこう立たせてもいいかもしれないですね。そっちの方がやっぱ高さも出て他のともね似たような高さになるので、バナナ引いた方はちょっと粘着テープいるかもでもとても可愛いです。やっぱ6個あるとすごいいいですね。豪華グッズコーナーが出来上がりますよ。これねお顔両面に描いてくれてるので、これ今ねこうやって向き合わせたんですけど、すごい可愛いですね。チューしますよ、チュー。可愛いですね。というわけで今回はうろぐつさんのムキキツネのガチャガチャマスコットフィギュアをご紹介しました。400円でこの大きさのマスコットが手に入るっていうのもすごく嬉しいですし、どれが出てもしっかりムキキツネなのでね、外れはないかなと思いますし、色味とかね造形とかっていうのはすごい400円でこのクオリティでいいのっていう感じで素晴らしいものになってると思います。気軽にね集められるフィギュアの一つになると思うので、もしね見かけたらぜひぜひ挑戦してみてください。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。 See you!